ノバレーゼがお送りするウェディングライトアップチャンネル、川本直子です。今回の動画は新企画、未来の花嫁様へ結婚式を素敵に彩るアイディアやヒントをお届けするウェディングティップスシリーズの第1弾。記念すべき第1弾でお届けするティップスはこちら、スナップスケッチ。たくさんの人の絵が描かれていますが、何だろうと思う方もきっと多いですよね。スナップスケッチは絵描きさんが結婚式当日に会場に来てくれて、ライブでゲスト一人一人のテーブルを回りながら、その時着ていたお洋服や表情などの空気感を一枚の絵にしてくれる演出なんです。今回その演出をご結婚式当日だけでなく、プロポーズの時にも使われたカップルがいらっしゃいましたので、取材してみました。それではどうぞ。妻が普段あまり僕に好みを教えてくれないんですけども、私この人の絵好きだなって教えてくれたのがこの方の絵で、プロポーズの時にそのままその絵を使わせていただいて、妻もすごい喜んでくれたので、そのまま、結婚式の時にも、その方の絵を使って、取り入れたいなと思いました。まず結婚式が終わってから、すぐにこうゲストの皆さんからお写真をこう送ってきてくれて、でその中の写真の中にそのスナップスケッチの写真だったりとか、絵を描かれてる時の表情だったりとか、すごくこう写真に残ってきていて、なんか私たちだけではなくてゲストみんなもそのスナップスケッチのことを楽しみにしてくれてるんだなっていう風に伝わったのが良かったなっていうところと、この当日を迎えるにあたって絵描きさんとも私たちとヒアリングの時間っていうのを作ってくれて、その中で私たちの結婚式の思いだったりとかっていうのも一緒にこうヒアリングしてくれていたので、一緒になって絵描きさんも私たちの結婚式を作ってくれているっていうのがこうひしひしと伝わってきたので、お願いしてよかったなというふうに思っています。そうですね、プロポーズのスケッチと結婚証明書のスケッチを2つ並べて飾っています。結婚証明書ってネットで購入したりとか、あとはこう用紙に印刷して、でそのまま終わったら押し入れにしまわれてたりとかっていう声とかも聞いたりするんですけれども、私たちはこう結婚証明書をもっと意味あるものにしたくて、今となってはその絵を家に飾ってるので、毎日見ているので、やってよかったなっていうふうに思っています。